始まりました J リーグ応援部でございます。おはようございます。井上真央でございます。脳のミルクの佐藤です。3先生やってまいりました。週頭の月曜日でございます。月曜日ということは、ね、そして月頭でもありますね。あ、2月、今日から2月1日、皆さん今月も頑張っていきましょう。ハッピーニューマンス、よろしくお願いいたしますね。というわけで J リーグ応援していきましょうということで、やっぱりヤベッチ FC、はい、ヤベッチスタジアムがね、うん、見た感想を言いつつみたいなね、はい、ダゾーン内容受け売り型引用リツイート番組ということで、ダゾーンさんもこれきっと聞いてくれてると思うのでございますけども、やっぱあれだね、一応の夜にヤベッチ FC しか見れる喜びが戻ってきた感じですね。嬉しいね。ヤベッチスタジアムね、間違わないで、何回も違うんですか、ね、俺ごめんなさい、僕が悪かったです、すいませんね、中村健吾さんがね、あの初めて入ったということで ね、結構緊張されて、やっぱ違うんですね、先生ね。明らかなド緊張でしたもんね。ね、伝わるぐらい。選手の時に出てる時と思ってた全然違うんですかね。ご自身の中で全然違うんでしょうね、やっぱね。でしょうね。もうなんか選手の時の感じ出てくれてたら我々はいいんですけどね。やっぱプロで解説者で、やっぱお金もらうっていうのがあるんですか、あれ選手の時ってギャラもらってないの、まインタビューとかですか、うんうんうん、まあ、ある場合、ない場合あると思うんですけど。出演者ってプレッシャーがあるのかも。でしょうね。ね、でもこなしてましたけど、まあ、デジッチ。ちょっとね、僕見た流れをメモってるんで、ちょっとね、僕、進めていって、先生にちょっとコメンタリーを伺うっていう感じで進めていきたい、はい、今日なんですけど、まあ、デジッチ、はい。ね。デジッチやってくれました。今年もしかしたら危ないかもって話は途中まで出てたんです。嬉しかったっすね。よかったっすね。まず第一弾。札幌キャンプ。グアムでしたっけ、はい、ねえ。どこかな、ですね、なんか南国でしたね。海外は行ってないと思うんですけど、宮崎とかじゃないかなと思うんですが。あ、そうなの、何見てたんでしょうね、我々。海外は。海外じゃないか。え、あんな綺麗なの宮崎って。いや、だと思いますよ。何見てたんだろうね、我々。でも結構あれですね、従来のデジチっぽいシーンなんかもありながら。いや、そうですね。やっぱりね、PCR してるチームだからね、みんなね。ただ一応なんかホテルの中が、ね、取れないって言ってましたね、金子選手もね。な、練習終わりの感じか、ね、難しいんでしょうね、やっぱそこはね、仕方ないというか、ね、あの東京から行った柳選手がね、あの外人さんがみんなお疲れ様疲れたよっていうのの三段落ちに見事成功してましたね。いや本当そうでしたね。あれ多分あれよね、だらあと撮ってんのちゃんとあのダゾーンのスタッフが綺麗な三段落ちの間に編集してんだろうね、あれね。でしょ、デジチ多分こう渡されて、ね、素材撮って素材撮って、こういろいろ貯めたやつをうまく、あれ綺麗で笑っちゃいました、私ね。いや、そうですね。ね、札幌さんもね、毎年あの面白い感じに仕上がってるからやっぱいいなって思いながら今回見てます。マッキーさんはいなかったですね、札幌キャンプにね、今年は。行っちゃいけないね。やっぱいいですね。チャーナティップも健在でしたしね。日本語すごい毎年毎年上達されてますよね。あれタレントですよね。ちょっとやっぱ毒づいてカメラにね、てめえ撮ってんじゃねえよみたいな。うん、で、笑顔を見せるパターンなんですよ、チャーナはね、タレントとして。ね、でも自分がマスクしてるの知ってるから、はいはい、遠くに行ってからマスクし外してちゃんと自分は笑顔なんだよってことを伝えたんですよね。あの辺やっぱり、分かってますね。分かってるね。ただの可愛い方じゃないんですね、あれね。いや、ほんとね。見られ方ちゃんと分かって感じですよね。ねえ、チャナナンパもしてましたからね。チャナナンパって有名なんですか、あれ。いや、僕勝手にハッシュタグで僕もツイートしちゃったの。君可愛いね、何してんの、どこ行くの、ね、言ってましたね。そんなんでしたと。そして、中村健吾選手の新コーナーが立ち上がってましたけどね、スルーパスの下り。ねえ、そうなんですよね。生なんだもん、ミヤビッチスタジアムね。そうですね。ああ。前編生でございます。だから緊張してたんですね、あれがあるから。笑顔がなかったもん、ね、今日健吾選手は、ね、来週からあるんでしょうね。何回も何回もね、フットボールスタディのそのスルーパスの方がリハーサルしてたのに、ね、確かに。やっぱスタジオ自体の雰囲気もね、ちょっと違うんでしょうね、きっとね。なるほど、なるほど。そして、ね、コメンタリーズミーティング、ななみさんが仕切って、皆さんがね、はい、もう、ダークホース予想、先生どう見ました、あれ。やっぱり今年のダークホースは清水じゃないかっていうね。僕は個人的にはダークホースではないなと思ってます。うんうん、なるほどね。清水は。はい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 、はい。やっぱ実力ある選手たちがそもそもこぞってきて、うん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 、で、さらに実力ある監督がいるので、逆にダークホースとまで言っちゃわなくても普通に強いじゃんっていうのが、ね。ロティーナ、ゴンダ、リサロ、鈴木、ね、高山、片山っていう名前が出てましたけどもね。そうですね。よくメモってるでしょ、僕。さすがでございます。はい。ちょっとね。個人的には。聞き触り違うものを作ってみようと思って頑張ってます。はい。ダーク
ークホースって言い方がどうか分かんないです。僕は鳥栖と大分に期待したいっていうのはあるんですよ。あ、はいはいはい。なんで、じゃあ、なんで清水は違くて鳥栖と大分はダークホースって言い方になるのかっていうと、うんうん、はいはいはい。やっぱこの2つはやっぱりいろんなチームに選手持ってかれたというか、移籍しちゃったのをうまく移籍で補填して、ね、これからやっていくぞって感じを整えてるんで、確かに鳥栖に関しては若手の積み上げみたいな経験もね、溜まってますし。そうなんです。ちょっと楽しみですよね。ああ、そこ大分もその新チームとしてのやり方。そっか、清水はね、はい、もうここまで定期観測してるとやっぱ強くて当たり前ぐらいの感じがありますか。まあ、去年の。にわかでもね、動画途中で、うん、よろしくない時期でも動画一回出しましたけど、もともとオフェンス陣すごかったのと、ディフェンス陣が怪我が多すぎたけど、人数をほとんどそのままというか、出てる方々を戦力ベースそのままに積み上げただけなので、やっぱ強いと思うから。ね、やっぱりこう、そこで受けてカウンターっていうか、スルスルかわしていくサッカーになるんですか、清水も。あとでもね、新しいストライカーたちもやってきたので、はい、いわゆるちゃんと守ってちゃんと攻撃するっていうオーソドックスのサッカーやってきそうな気がします。ね、これはさ、もう川崎の考え方とか神戸の考え方とまた違うわけじゃないですか。このスタイルバトルでどっちが上行くかみたいな面白さも今季はあるかもしれないってことだよね。めちゃくちゃあると思いますよ。スタイルバトルがね。うん、これちょっと楽しみになってますね。楽しみですね。なるほど、なるほど。あと、浦和を上げた方もね、多かったですけども。多かったです。やっぱりリカルド・ロドリゲスさんをね、上げてるところが、はい、皆さんの理由としては多かったなと思って。でもやっぱここは僕らとしても、やっぱ J2、はい、J3 厚めにやってるね、チャンネルでもあるし、はいはいはい、J2 オールスターズになってる感もありますから、浦和が。ちょっと楽しみ。まあね、結構続きますよね。そうっすね。ただ唯一一箇所だけなんですよ、裏は。はい。橋岡新都通りで移籍が同日発表されましたので。ですね。なので、はいはい、しかもレンタルが約1年半、2022年の6月までになりましたので、はいはいはい。しばらく戻ってこないですから、橋岡分誰かディフェンダー取らなきゃいけないんじゃないってのもちょっと思う、ね。はあ、はあはあ、なるほどですね。はい、でも、那須さん情報で、西大吾さん、裏は入った。前をやりたがってると。そうなんですよ ね、うん、あのウィングバックの高いとこからボーンって行くようなとこをやりたいってことですか。そうなんですよね。ただね、もし西さんが、はい、じゃあ3バックだったらウィングバックだけど、はい、4バックだったらもしサイドハーフやりたいって言い出したら、右サイドバックできるのトーマス・デン選手しかいないのでそこはもうしょうがないですね。お願いすると思いますね、バックやってくれて ね、確かに、うん、そういう気持ちもあるということなんですね。ですね。ほう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 、なるほど、ということでしたけれども、はい、やっぱり川崎は強いし、立花田健人選手に注目っていうのは言ってましたね。これは間違いないと思いますね。友野大也、個人的には。はい。はい。まあ、新人王っていうのは対象の年齢外になっちゃうとしょうがないですけど、はい、そのクラスまでやれると思う選手なので、うん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 、間違いないです。なるほど。うん、はい。そしてまたね、民放でやってた時はあんまりそこがっちり触れなかったかもしれないですけど、やっぱダゾーンになって、その降格4チーム、になるよねっていう、またリアルな話題がね、また興味深かったです ね、あそこね。カジさんだけ、うん、ちょっとアグレッシブにオーバーラップしてましたけど。名前出しちゃってましたもんね。あれはでも勇者ですね、さすがですね。勇者ですね。帰り見ずにクロスしてます、ね。やっぱさすがです。プレイスタイルそのまま、うん。やっぱりその、慎重に入るんじゃないかっていう、4チーム落ちるってなると、引き分け以上拾いに行くチームが序盤増えんじゃないかみたいなニュアンスのこと喋られてませんでした？そうですね。ええ、前回の、ええ、それこそコメンタリーミーティングでどなたかお話されてましたが、はいはいはい、川崎とかそういう上位チーム相手に、はい、負けないサッカーを展開するチームが増えそうだという話があったんですけど、僕も同意見だなと思います。だから最初からもう、これファンサポーターどう思うかはあるけど、はい、勝ちに行かない。うん、これは全然あると思う、うん。これはだから、そうですね。皆さんも、サポーターが応援の目線を変えていかなければいけないっていうのはリアルにおっしゃってましたね。これでもいいご意見だなって思いました、僕、確かに。そうなんですよ。であと、うん、2020年は、降格なかったわけだし、若手も、ね、で、5人交代という新鮮さもあったし、その中でみんなサッカー表現してたわけですけど、はい、そこ固くなって序盤つまんねえなって思わないようにしなきゃいけないってことだよね。そういうことなんですよね、はいはいはい。だってこれ面白いのが、うん、優勝とか上位行くんであれば、はい、6敗から8敗ぐらいはしてもいいんですよ。ああ、なるほどね。だって逆に言ったら年間の中で、よし、ここは負けてもいいっていう場所作っちゃえばいいし。ああ、それがまあ最初に来れば、なんか、まあいいですもんね。そうなんです。でもあとは、残留するんであれば、これって15敗とか17敗ぐらいしたら別に構わないんですよ。ああ、なるほどね。残留だけで考える。ああ、リーグ戦で考えるとね。そうそう。だから半分負けていいんだから、要は。
なるほどな。負けどころをちゃんとどこに作るかっていうふうな考え方は大事です。なるほどな。その目線なかったな、うん。やっぱサポーターとしてはね、チケット買って行った日に買ってほしいってやっぱあるから。まあね。うん。でもさ、残留目指すチームは。15敗できるのか、残留のためには。残留を目指すチームに関して言えば、はい、勝ち数は全体の試合の3分の1でいいんです。はい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 。だから10勝したら OK。ほうほうほう。38試合あるから10勝しかしないってなると、あと28試合も勝てないのってなるけど、そういうもんです。10勝すれば OK ってことですか、うん、で10勝10分けなら残留できると思います。ああ、なるほど。これ先生、いいね、やっぱ。うん。ザベッジスタジアム見てきましたよって、皆さんの意見をこの、聞いてくださってる方を見た上で、これ聞くと、まずそっから始められて、先生のご意見も聞ける。これいい企画ですよ、これ。泥棒企画。いや、泥棒じゃないですよね。こんなこと世の中にいっぱいありますもんね。これね、深めたい。本当そうですね。はい。なるほどね。そうか、そうか。はい。ということでね。はい。あとはそうですね。企画としては、まあ、あと海外もね、やってくれてましたということで、レアル負けちゃってましたね。まあ、序盤レッドカードは仕方なかったですね。そうですね。一人少ない中で、だいぶ長い時間戦ったということで。そして。なんか日本コロンビア戦を思い出しましたね。なんか流れ的に。いやー、そうか。はい。でもやっぱさすがのレアル最後までね、守りきれそうだったみたいなとこでしたけどね、惜しかったですね、やられましたということで、でも依然トップですよね、レアルって。いや、今は2位ですね。今アトレチコがずっと1位。ああ、そうか。何見てたんですかね、はい、私ね。すいません、本当。いろいろこがられちゃってですね。しょうがない、しょうがない。たくさんいろんなことがあるから。過密にってだけじゃなくて。そうだね、そう、人生もあるしね、いろいろね。そうなん、サッカーだけじゃないから。朝聞いてくれる人にね、お届けする感じのテンポってこれでいいのかな、先生。もうちょっとゆっくりのがいいのかな、どうなんだろうね。悩んでいきましょう。いろいろ見る赤もね、いろいろ試していきたい。そして、はい、吉田麻也選手対クリスティアーノ・ロナウドが行われましたね。まあ、日本人的には。日本人的にはさ、ねね、イベントですね、一応ね、みんなに向けてね。ちょっと面白かったよね。完封で3回ぐらいね。ロナウドを止めてるシーンが映った後に結果だけ出て 0-2 で負けてるというね。まあでも、編集の時間とかもあります。あれはもう正しいやつ。でも吉田対クリスチャン・ロナウドは完全吉田勝ちだったので。やっぱでもあれでしょ？いろんなスカウトはそういうとこ見てるわけでしょ？そうですね。吉田さん的にはこれ落ち込むことないってことで、勝ったってことでしょ？そうですね。ロナ的には帰り伸ばして、吉田ってやろうって思いながら。歯ぎしりして帰ったってことでしょ。そうですね。あとはこの試合に関する話を、うん、内田篤人の、フットボールタイムの方で吉田さんに出演いただいて、なるほど、話してほしいですね。多分あれだね、前はあれだよね、メールやり取りしたけどこう言ってたよね、あいつあれだよねっていう感じのトーンでまた貴重な意見をね、ね、いただきたい、ね、頂戴したいですよね、うん、そう。あとは注目ね、富安対ミランでございましたけども、うん、うん、こちらはまあ負けちゃったですけれども、そうですね。なんか攻撃でチャンス作ってる映画ね、来てました。この試合、やっぱりサイドアタックこう止めるっていうことも含めて、はい、右サイドバックでの出場になったんですよね。そういうのも含めて、多分彼のもともと持ってる攻撃性とか、はい、クロスとかフィードの精度も高いんですよ、富安選手。そうなんですね。ちょっと、なんで、酒井宏樹見てんのかなみたいな瞬間ありましたけど。ねえ。こっちを多分買ったんでしょうね、おそらくね、この試合では。前回、ほら、インテルとやった時、吹っ飛ばされたじゃん、ルカクにね。はいはいはい、今回はイブラ吹っ飛ばしてほしかったですけどもあんまりマッチアップするシーンがだからなかったってことでね、サイドだったからもしかしたらイブラ、あ、そっかな、うん、そうかな、多分イブラ出てなかったのか、どっちだ、イブラ出てました、出てました、あ、出てたか、うんうん、すいませんすいません、ドッカンって PK 外してましたよ、あ、そうだそうだそうだ、ごめんなさいごめんなさいね、 PK 外し、まあ押し込みましたけどね、はい、そういう感じでございましたと。いったところでしたでしょうかね。先生、ね、なんか気になったところ、J リーグから。あとはですね、うん、配信内で出たのが、はい、いわゆる次週は、矢部スタと、内田篤人のフットボールタイムがコラボレーションするということで、そ, で、ね、はい、そこの模様がちらっと放映されてましたけども、どうやら内田さんのもとにね、現役時代、うん、パリ・サンジェルマンからオファーがあったなんて話がありましたね。言ってた。うん。どのタイミングなんでしょうね。ねえ、だそれでね、いや、こういう話をだから自分の番組にしなきゃいけないんだよな、なんておっしゃってたので。やっぱね、そのやめスタでも、はい。やっぱり何ですか？引退してからじゃないと言えない事情があるんですか？ありますね。どういうところなんですか、具体的に。これ、2パターン。僕聞いたこと、はいはいはい、とある選手でメガクラブに行こうとした、はいはいはい、からオファーがあった選手がいて、はいはいはい、その人がちょっと伺ったことがあるんですけど、うんうんうん、1としては、うん、やっぱ契約が果たされてない契約だけど、はい、
結局あの現役終わるまでこういろんなオファーがあったりしたから、うんうん、なんかそれでこうなんかねあのメディア逃げ合わせるのもあれだからっていうので自粛するっていうパターン結構多いんですよ。うん、ご自身が自粛っていうだけの話なんですかね。そうそうそう。なんか契約に影響あるわけじゃなくて、これ恋愛と逆ですよね。恋愛って逆に結婚してからは誰と付き合ってたか言っちゃダメじゃないですか。ね。確かに。危ねえ、よかった、笑ってくれたわ。うんって言われちゃったから今どうしようかと思って。逆ですね。丸二としては、はい、もう忘れてる。忘れてんの？忘れてる。あの、興味がないっていう。あの、そもそも、やっぱり起きなかったやつだから。うん、次に集中したからね。そういえばあったな、みたいな。そう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 。で、聞かれて、ああ、そういえばあったよ、みたいな思い出すパターンが結構あるみたいですよ。そっか、そうだよね。蓋閉めたものに興味持ってる場合じゃないもんね。そうなんですよ。だから、ケンゴ選手なんかも PSV って言ったっけ、ね、なんかね、なんか。ありましたからね。の話しましたもんね。うん、小野伸二さんもでも言ってたね。あの伸二さんも現役だけど、昔ね、オランダね、もうオランダの前になんかあったって忘れちゃうもんだね、こっちもね。ユニフォーム着た姿を見てないからね。まあ、だいぶ若い時にあったみたいな話がね、ありましたけど。代理人まで話来てるけど、本人にまで達してないっていうパターンもあるんで。多分読んでいろいろあるんだろうなって思いますよね、こう見てみるとね。そういう座談会やってほしいですね。ね。あと、それはやっぱりバラエティ的に面白くするためには、この中に一人嘘をついてる人がいますっていう。一人3回まで嘘つけるっていう。ので、5人ぐらいでね、そういう海外組だった選手集めて、いいなぁ。一人3回嘘つけるって言ったら、その中に本当混じってたってこともあるじゃん。あ、この人明らかに今4回以上嘘ついてんなって笑いになれば、1回本当なわけだから。いや、それちょっと面白くない？それを副音声とかでさ、わわ言いながら。ちょ、まあ、さ、やろう、それ。見るわかで。やろうって見るわかに来てほしいじゃないね。ね誰が来てくれるんですか。ね、はい、そうですか。しかし、やっぱりいいですね。これで日曜日終えれるっていうのは。いや、そうね。しかもね、ダゾン裏でヘタフェとかさ、いろいろ今やってますから。うん、やってます。どっち見ようか迷っちゃいますよね。ね、僕、二画面で見てました。この後は先生、今日はもう日曜の夜だけど、月曜に向かって深夜どれ見るんですか？リバプール始まるんだよね、もうすぐね。そうですね。私、我々今、1時半直前ぐらい撮ってるんですけど。はい。今からリバプール戦が試合あったりするんですよ、ね。リバプールどことでしたっけね、今日ね。リバプールどこだっけかな、行ってば、ね。ああ、あれですね。ウエストブロミッチ。ああ、WBA ですか。ウエストハムですね。ごめんなさい。ウエストハムでしたか。ウエストハム。はいはいはい。あ、じゃあ上位対決ですね。いや、それはそれはいいな。今、ヤベスタの声がちょっと入っちゃってごめんなさい。どうぞすいません。ね。そうか、そうか。まあ、南の匠のスタメンじゃないです。5分後に始まりますね、ウリオープン。あ、じゃあそう。これ喋ってる場合じゃないですね。それ見ましょう。ね。もう一本撮りてえのに。そうだ。撮りましょう、撮りましょう。はい。エンド・オブ・ザ・ストーンも見なきゃ。もう、ダゾーンがもうね、楽しくてしょうがないね。溜まっていくんだからね。本当だよね。イビさんのやつ見れてないな、俺好きなのに。見なきゃ見なきゃ。溜、ね、まるし、収録もするしですからね。また、Gリーグ開幕も、狭まってき、迫ってきましたね。うん。またね、開幕の中動画とかも出しますから。ここのタイミングって先生、どうやって楽しむのが一番楽しいですか、先生的には。そっちに教えて。何ですか？まあ、ぼちぼち、新体制発表とか今年はオンラインとかで見れるじゃない？そういうのも楽しいし、選手のキャンプツイッターみたいなのを楽しむべき、はい、今。これはむしろ、うん、なんか、このサイトがいいとか、ね、リスナーの皆さんに伺いたいです。うん、僕ちょっと見えてないんですよ。なるほど。あ、それいいですね。うん、今これが楽しいです。うん、このチームの、バンキシャサポーター、自称の私ですが、今これの話題が楽しいですとかね。そうですね。このリンク見てください。あ、それちょっとそういうの、この J リーグ応援部に、お寄せいただきたいですね。いや、コメント欄とかにいただけると嬉しいですね。コメント欄がいいかな。あと、またコミュニティにまた、じゃあこれ作りましょう。で、来週ここでもお知らせできればいいですね。はい。月曜朝に。あ、これやりましょう、はい、ちょっと。やりましょう。お願いします。もう、J1 から J3、ね。JFL とかでも全然構いませんので、うん。いや、たくさんよろしくお願いします。全然お寄せいただきたいと思います。そして、発表がございます、はい。火曜日、明日ですけれどもね。はい。我々のコラボが出ます。やったー、ね、宇都宮哲一さん、サッカーライター。はい。にね、お話をどっぷり、伺っているコラボが出ますんでね。はい。ぜひ先生、編集終わりましたんで。いやー、皆さんにも聞いていただくと、濃厚ですから。12時にね、出ますんで、ランチタイム聞いていただきたいと思います、ね。はい、よろしくお願いします。ロングインタビューになってますんで、ランチタイム中に終わらないと思います。よろしくお願いします。
分けて聞いてくださいね。はい、よろしくお願いします。ということで今日もありがとうございます。ジェリング応援部井上真でした。ノーミルク佐藤でした。チャンネル登録高評価ボタンぜひよろしくお願いします。またこのまま来週です。さようなら。今日もいい日に。